10回完結講座7小筆。今日はハガキの宛名書きに挑戦です。今日はハガキの表書きの練習です。前回と同様、こちらを下に引いて書いていきましょう。今日は、今まで練習したことを生かして行書にチャレンジしてみます。まずは自分の名前からです。切手幅にあまり大きくならないように、あまり端っこに寄らないように、リズムよく行書で書いてみましょう。自分の名前ですね。楷書体を続けて書くイメージで書かれると書けますので、あまり難しく考えられずに、挑戦してみてください。そして宛名は、前々回に練習した森健志郎さんですね。これもリズムよく抑揚をつけながら、書き出しの部分は少し小さめに書かれた方が、そして下に行くずつ少しずつ大きくしていきます。縦がまっすぐですね。そしてどのですが、できるだけ下に書いておく方が、これは前回も言いましたけど、住所が名前より下がってはいけないというルールがありますので、これをしっかり守るように書いていきましょう。それでは前回練習した住所ですね。大阪市中央区。上の部分は少し小さめに書いておいた方が失敗がありません。大阪市中央区。テンポよくいきますね。中央区。添右衛門町ですね。リズムよく。穂先をうまく使ってテンポよく書くと美しい線が書けます。でも名前よりも下がらないように気をつけて書いてください。そして2行目は1行目よりも、少し小さめにですね、書いていきます。穂先を使ってつま先立つ感じでですね、そしてステイトビル2回と、前回は楷書でしたが、今回は、行書に挑戦してみました。下の部分がこういうふうに、少し上がるようにですね、気をつけて練習してみてください。今日のハガキの表書きの練習はいかがでしたか？うまく書けましたか？これを使ってぜひ年賀状実際に書いてみてくださいね。次回からはのしの表書きです。